今週の、9月15日に高田の馬場法輪堂書店という僕のバイト先ですね、まだ2回しか出勤してないんですけど、バイト先でイベントがあります。で、どういうイベントかというと、青木真也という格闘家と僕のトークイベントで、多分めちゃめちゃ、面白くなります。 なぜなら青木さんって格闘技興味ない人はあまり知らないかもしれないんですけど、僕が空気を読んではいけないっていう本、青木さんの初めての本を編集して、格闘家の本なのに3万部以上売れて、すごいレアケースですよね。それぐらいこの格闘家っていうものを一個通り越して表現者として、自分と向き合い続けてて、で、青木さんはその格闘家としてめちゃめちゃ、若い時はですね、上の人たちを締め上げ、連勝街道まっしぐらで、その時僕大学生だったんですけど、すごいなこの人って思って、単純にファンだった。で、スターになってってっていう感じで、まあ格闘技選手って朝倉未来さんとかも見てても分かると思うんですけど、ガンガン勝っていってどんどんスターになって、スターになるまで早いんですよね。で、その後勝った負けたで上がったり落ちたり、ストーリーが作られていくんですけど、青木真也の場合、そこでどっかの時点でそれこそテレビのスターになるとか、格闘技界のど真ん中に行くみたいなことを意識的に乗らないようになったなぁと思って、それこそファンは望むわけですよ。そのアメリカの一番強いとこ行ってくれと。でも青木真也はこれが俺の生き方だっていう生き方を選び取っていって、要はその、じゃあもっと強い人、もっと強い人、じゃあもっと強い人、もっと強い人って終わりがないし、その戦いの螺旋を登り続けることより、自分らしい表現をする方が、青木真也の試合ってこういうものなんだと。その強さも競うし、勝敗も競うけど、その競い合った上で、あくまで単なる競技者としてレースを争ってるわけじゃないと、見せたい世界があるんだっていうところを、磨き続けるというスタイルを取ったわけです。僕はだからそれで社会人の最初の方とか、ファンになって一緒に本作って、まあ、友達みたいになってって、隣で見てて、すごい言ってることはわかるけど、一ファンとしてはそれこそ UFC 出てほしいなとか、ライジンで朝倉未来と、みんなが、本人には失礼だからと言わないけど、みんな格闘技ファンが思うようなことは思うわけですよ。ただ青木真也は自分として何を選ぶかっていうのを考えて、競い合いにはあえて乗らないと。自分の価値をいかに高めるか、自分なりにいかに自分を作っていくかっていうのをずっと考え続けて、で、今はもう本当格闘家として、表現者として、得意な変わったポジションを築いて、で、僕もそのかすり傷も痛かったって本で、僕もベストセラー街道まっしぐらみたいな、出せば売れるみたいな時に、本当にアマゾンランキング、ビジネス書ランキング上位独占してるのが当たり前で、で、出して売れなかった、売れないとかありえないし、そんな失敗はありえないと思ってて、本屋さんのベスト10とかも、本屋さん行くとわーって並んでるじゃないですか。そのランキングに自分が編集した本が入ってて当たり前で、入ってないとちょっと、やば、恥ずかしいって思うみたいな、ある種の脅迫観念。要は売れてないとおかしいっていう脅迫観念があって、ずっと走り続けてたんだけど、文春法とかあって、その戦いを一回、半ば強制的に終わらされて、と時に、まあ、冷めてというか、もうこれいいよね、みたいな。これ永遠にやり続けても同じじゃん、みたいな。まあ、なんか遊びでこの前のアマゾンランキング1位2位みたいなのをこう遊びでやるのはいいけど、人生のすべてかけてそこに、その競争に飲み込ま、人生すべてが飲み込まれちゃうみたいなのって逆に不幸だよね、みたいなことを思ってて、ようやく青木真也が言ってたことを言葉では理解してたけど、なんかもう体として体感として僕も理解できるようになったと。なんですごい、僕が2年遅れ3年遅れぐらいで青木さんの考えてることとか生き方とかを僕も追ってる感じがあって、で、ね、空気を読んではいけないっていう本がベストセラーになった時とか、2人で本屋さん回ったりしてた思い出もあるんで、それこそ高田の馬場はね、青木さんも僕も早稲田出身なんで、僕らの聖地なんで、非常に思い出深い楽しみなトークイベントがあるんで、ぜひ来てください。今週の金曜日かな、9月15日、19時から
高田馬場の法輪堂書店であります。多分チケットが2000円とかだと思うんで、で青木さんの本でも僕の本でも当日買ってもいいし、もう買った人は持ってきてもらえればサインするんで、よろしくお願いします。